よし、やっていきましょう。隣室のお友達ということで、とりあえず前回はここの引き出しのね、1枚目の絵を見たんで、2枚目以降を見ていきましょう。はい、でもこれ読んだんだよね、これか。書いてあります。みんな死んでいく。こんなこと何の意味もない。呪いなんてないんだから。私たちが死んでも復讐なんてできるはずがない。そう思ってたけど私が間違ってた。もっともっと苦しめばいい。私もみんなとお友達、死んでみんなの仲間入り。ニカはちゃんと連れてきてね。そしたらあの子もお友達、絶対あの子も連れて死んでね。なんか乗り移ったぞ。これの裏もあるんだよね。まだ足りないの？何人死んだらあの人は地獄に落ちるの？ずっと死にたくなかったけど、今はとっても死にたいよ。死んだら友達、きっと地獄に落とせるね。苦しいよ、楽しいね。苦しめるは楽しいね。みんなで一緒に笑おうね。そうだよ、あなたが死ねばいい。たくさん苦しめ、あなたは絶対逃がさない。で、絵なんだけど、これやっぱ鍵持っていかないといけないから、ここお母さんへ。先立つ不幸をお許しください。私はお母さんがどんなに暴力を受けてもお母さんのことが好きでした。私がいなくなったらお母さんは少しは楽になるのかな。きっとそれだけじゃ足りないよね。お母さんを苦しめたあいつを絶対に許しません。お母さんにあいつを苦しむ顔をたくさん見せつけてあげるから、あいつの娘の鈴原優を連れてきます。お母さんは悪くないから、だからたくさん幸せになってね。今までありがとうございました。お祝いだ。今日からみんなお友達、みんなでおしまい、楽しいね。次でおしまい、楽しいよ。最後の一人早く見つけて。鍵戻す。1,2,3,4。訳は読んだんだっけ。それぐらいいいじゃん、許せよ。それぐらいいいじゃねえか、許せよ。あともう一枚どこだっけ、どこにあんだっけ。本棚だっけ。スケッチブックか。スケッチブックだね、確か。これだ。私たちが知り得た彼の全ての罪をここに記します。お仕事中の部下の女性に対し威圧的に叱責した後のセクハラ行為。我が子を失った部下に対する子供が死んだは言い訳にならない。給料分働けという暴言。気に入った女性とそうでない女性への差別的な扱い。そこから派生する部下の子供への性的な発言や接触。自分の娘に対する性的な接触。みんなそれぞれに生活があって、それを守るために我慢して生きています。私たち子供を守るために、彼を叱るべき重さで罰することは無理です。私たちが彼を殺したら両親が殺人鬼の親と言われてしまいます。だから私たちの命で彼を罰したいと思います。鈴原結衣さん、こっちにおいでよ。おしまい。どうやって死ぬ。楽しいね。死ね、死の、死にたい、死の。
ゆいちゃんのお父さんがやった罪か。で、多分ミカちゃんのお母さんかがパワハラだ、性的なセクハラだみたいな、そういうの受けてたんだよな。で、多分そのストレスでミカちゃんも、お母さんから多分虐待受けてたんだよな。一番弱い私たち子供が全部引き受けないといけなくなって、みんなを歪めてしまって、みんなを自殺させてしまおうっていう最悪な結果になってしまったんですね。みんなの気持ちは分かりますけど、もう少し待ってください。私はできますから。お父さんに復讐できますから。殺して済ませるなんて、そんなのダメです。地獄はここにもあるんですから。あの女の子ばっかり殺されてた事件の真相聞いた？聞いてないけど、あんたあの事件にそんな興味あったっけ？いや、ショッキングな話だったからさ。どんな感じなの？これこれ、この記事読んでよ。犯人も女の子。父親と同じ会社で働いてる人たちの子供を狙って殺したんだって。なんで？父親からいろんな虐待受けてて歪んでるんじゃないかって。苦しんでる子を殺して楽にしてあげたいから、自分はいいことをしたんだって話してたらしいよ。救いないね。そう？だからなんていうの？因果応報？犯人の女の子殺されたの？被害者の女の子の一人にお兄さんがいたらしいんだけど、その人に。複雑。妹を殺された復讐だよね。結局そのお兄さんが逮捕されてっていう形で事件が終わってるみたい。なんかなんとも言えないね。世間的にお兄さんの支持派が多くて、犯人の女の子の親父が悪いっていう意見が多いよ。そうなんだ。犯人の女の子の父親、パワハラ、セクハラ、やばかったらしくて。事件の真相が分かっちゃって、今は父親の責任問題っていう話から、父親の悪行の数々っていう話題で盛り上がってる感じ。なんか被害者のこと考えたら不謹慎だよね、そういうの。そう？私が被害者だったら嬉しいけどな。誰かを苦しめて傷つけて歪ませた張本人が幸せに生きてるなんて許せないもん。もしかしてこの事件に共感してる？するよ。私もやっちゃおうかな。心壊されて生きていったら人生積むでしょ。私一人壊されるぐらいなら道連れもありかな。ねえ、あなたもどう？乗り移った。これちゃんと読みたいな。ここの記事ちゃんと読みたいな。あー、消えちゃった。エンディングは私たちの願い。まあでもまだエンディングあるからな。どこで分岐するんだろうね。あと4つあるんだけど、ただエンディング1だから、これがトゥルーなのかな、どうなんだろう。ちょっとわからないけど。で、あとさ、なんだっけ、自殺をなんか止められたんだよな、一回。あと、ゆいの記憶、これもね、多分ちゃんと回収できてないんだよね。で、この状態でここに行くと2を解放。自殺を止めてきたの。3を解放。そうそう、ここで止めてもらいましたってなるんだけど、これ多分もう一回行ったら必然的にバッドエンドになるよな。二度目はありません。これが多分別のエンディングか。取れない、汚いの取れない。もういや、なんで汚いの取れないの。あー、出てきた。全部出さなきゃ。汚いの出ていけ、全部全部出ていけ。
死んじゃったんだね。これでやっとお友達になれる。私ね、復讐なんてどうでもよくなってた。ママのこと好きじゃないし、私はずっと鈴原さんと仲良しになりたかっただけ。やっと仲良くなれる。みんなが認めてくれる形で。私もそっちに行っていいよね。これが多分3つ目のエンディングになるような。エンディング2、仲間入り。あとどこで分岐だろうな。あれかな、もう完全に罠に全部引っかかって見てるっていう、そんなスタンスで言ってみる。もう6、全部に引っかかってもろばれる状態。あとなんだろうな、考えつくな。あとそれとなんだろう、あと夜の時間の方のタイムリミットを迎えてみたいよね。このままエンディングに派生するんじゃなくて、何かしらこう時間制限が来て、いやもうあれかな、ミカに見っかってみたいな。殺されんのかどうなんだろう、ちょっとわかんないよねまだ。うん、ちょっとこれは素直に攻略見てみようかね。うん、ちょっとこれは自力じゃ難しいかもしんないな。ちょっとサイト残ってんのかわかんないけど、多分残ってたらね、猫マリエさんで確か攻略残してくれてると思うから、はい、ちょっとサイト見てきます。はい、書いてあったで、俺が迎えたエンディングっていうのが、まず、あ、待って、エンディング6つあるんだね。まあこれ言うまでもないけど、で、1個目がお昼パートで本棚にある絵を見ずに時間が終了するっていうので1個見れる。で、2つ目が部屋の侵入がバレる。これ多分一番最初に俺が迎えたエンディングかなと思うんですけど。で、三つ目、謎の手紙を3枚回収する。後に、テレビ台右側にあるハサミを入手して、リビングの玄関を調べる。っていうので、エンディングがいくらしい。で、四つ目、ユイの記憶を3つ回収した後にお風呂を調べる。これも多分、あれですね。ついさっき迎えたやつですね。で、五つ目、遺言を一つでも見つけた後、ミカの部屋に出現する。夜のベッドを調べると出現。ああ、あれだね、生き量ミカの前で Z キーを押す。ミカの部屋に出現する。でもさ、あのイベントの後さ別に出てこないよな。で、6、謎の手紙、ユイの記憶、遺言も全て回収した後実質のクマを調べる。はあ、なるほど。これなんか最後のエンディングっぽいから最後にやりたいね。だから上から回収していくんだったら、お昼パートで本棚にある絵を見ずに時間が終了する。まあただ単にあれだね、時間経過をすればいいって感じだから、多分一番回収しやすいかな、それだと。じゃあやってこうか。ほい、これが一番多分、これじゃないな、何個目だ、分かりにくいねこれ。これ9時40分、こっからだね多分。はい、まあ、適当にベッドでどんだけベッド調査すんだよ。やっぱりユリじゃないか。気になるこのベッドを調査していかがわしい。よし何も罠には引っかかってないけど、何も情報は得てないっていう、まあ、一番なんか間抜けなパターンですけど、はい、これで一番最初のエンディング迎えられるらしい。まあ何もしてないからバレようがないよな。はい、結局ハサミは見つかりませんでした。でもでもきっとミカちゃんに貸したままに違いありません。と言いますか、ハサミの貸し借りという話題で会話が弾むでしょうか
確かに。全部うまくいったよ。お前の大切なものを奪えた。お前はどうせ生きるでしょ。だからお前に見せたいの。ほらほら見て見て。死体は綺麗に写ってる。お前にもしまた大切な人ができても、同じ目に合わせてあげる。ちゃんとその目に焼き付けて。これが弱い者いじめされてきた私たちの恨みなんだから。ずっと呪い続けてあげる。エンディング5、止められなかった呪い。よし、あと2つだ。謎の手紙3枚回収、テレビ台ハサミ、リビングの玄関。これ、このパターンならいけるかな。謎の手紙3枚回収でしょ。で、謎の手紙が、回収。机の1番目の引き出し。ベッドの下。ベッドは合計2回調べる必要あり。本棚。あー、なるほど。了解了解。これは多分一番最後のデータでいけんじゃないか。謎の手紙を得てる知識。違う。アイテムじゃない。3分の1。だから、ベッドを見て、ちょっとごめんね、びっくり注意。まあ2度目だからそんな驚かないでしょ。これで謎の手紙2を入手。本棚でこれか、これあの男に復讐する。あなたはそのためにいる。あの男の娘鈴原由衣をどん底に落とすの。ミカ、あの子、鈴原由衣の嫌がることを全部やりなさい。これはママからのお願いよ、ミカ。よし、謎の手紙3。これでまたエンディングのフラグが立った。で、調べた、手紙回収した。3枚回収する。テレビ台右側にあるハサミを入手。そこにハサミあったんだ。リビングの玄関を調べる。テレビ台。ここか。ん？テレビ台右側。あれ？昔のやつだからダメなのかな。包丁でいいのかな、もしかして。これでいけるか。ハサミじゃなくて包丁になったんだ、リメイクで。これ攻略ちょっと古いやつだから若干内容違うんだよね。待っててな、お父さん、今から行くよ。お父さんも疲れてるよね。だって自分のわがままが通らなかっただけであんなに怒るんだもん。自分が中心じゃないと機嫌が悪くなって、自分の思い通りにならないと怒って、常に満たされていたくて疲れるよね、そんなの。だから終わりにしてあげる。お父さんは満たされすぎて幸せなんか感じないでしょ。一度不幸になろう。そうしないと気づけないんでしょ。お父さん、今から殺しに行くからね。待っててね。うん、まあ個人的にもお父さんは殺した方がいいと思います。もう身も蓋もないことだけど。呪いの成熟。よし、あと1個だ。ただやるべきことは分かった。全部集めるべきものを集めるっていうことだな。はい、じゃあちょっとそれは次回に回そうか。はい、果たして
この子たちは救われるんでしょうか。